はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今日も、雑談ベースで軽くカーズ3やっていきましょうか。で、今のところ順々にキャラクター使ってきているんで、今回このチャンピオンカップで、そうだな、メーターでも使いますか。コースに出してよ、走りたくてうずうずしてんだ。まあね、カーズ3は本当に個人的な趣味でだらだら喋りながらプレイしてるだけなんで、ちょっとね、ご覧いただいてる方退屈されてしまうかもしれないんですけど、景色とかはねすごくいいんで、ぜひぜひ一緒にね楽しんでいただければなと思います。結果するなら俺に任せて。非常に楽しみなレースです。一日中できるよ、お見事。まあね、メーターはもうね、そのいわゆるカーズの中では名物的なキャラクターですからね。でカーズ3はやっぱりカーズ3っていうだけあって、このゲーム上も映画カーズ3をベースにというか、そのキャラクター中心に構成されてますからね。どうしてもね、バックに入るとミスっちゃうんですよね。あとこの辺も多少ねコース取りを考えていかないと今みたいなことになっちゃうと。いやー、もうでも本当に今年もあとちょっとで終わりますけど、ここまでね1年間やってこれてよかったな、本当に。一応ね、来年の僕の目標、もう僕のっていうわけじゃないんですけど、ちょっとねそろそろやっぱり子供が欲しいんで、子供をね、できればなんとかしたいなというのが来年の目標なんですけど、まあ、そうするとちょっとねタイに遊びに行きづらくなるんじゃないか説が多少っていうか、もろにって言った方がいいのかな、あるんでね、そこがねちょっと心配、心配というかどうなんだという話にはなるんですけど。まだいける。あとはそうだな、目標らしい目標とかってあんまり立てすぎてもね、その通りにいかないっていうことが多いと思うんであれなんですけど、ワークライフバランスですかね、やっぱり、仕事は仕事っていうね割り切りも大事ですからね。あんまりね仕事にいろいろ期待しすぎても、人によってはね仕事にものすごくやりがいを感じてる人っていうのももちろんいるんでしょうけど、僕はねちょっとそういうタイプではないので。残念、ついてなかった。こうみたい。大きなジャンプです。この辺のねダイブというかエアトリックがきっちり決まるとかっこいいんですけどね。着地もいいですね。見て、すごいだろう。それでレースをやってるつもり。俺の勝ちだね。ふぅ、錆びてたって逃げ切れたぞ。手が冷めるね。危ないぞ。無事に地上に戻りました。まあでもあと30年、仕事をしなきゃいけないって思うと結構憂鬱だよな。走ってるぞ。65歳までね働くってのはちょっときついですよね、やっぱり。できればそうだな、50歳ぐらいではもうやめて、あとはのんびり好きなことやって過ごしたいですけどね。もちろんね仕事が好きな人、あるいは好きなことが仕事になってる人とかはね、もうそれこそ65歳、もしかしたら70歳ぐらいになってるかもしれないですけどね、僕たちが70歳になる頃には定年がっ
ていう人はねもちろんいいと思うんですけど、僕みたいにも仕事は修行だと思ってる人からするとやっぱりねきついですよね。4位のままフィニッシュっていうわけにはいかないんで、ちょっとこの後はしっかり順位上げていきましょう。ほら見て勝ってるよ。よしまた行くぞ。おー早いな。持ってきて走ってるぞ。この辺がねちょっと決まらないんだよな、やっぱりねしっかり決めていかなきゃいけないところなんですけど、ここはしっかり踏んでいきたかったけどちょっと踏み損ねたのがあったけど、まあなんとかね簡単なんで1位はキープできそうですね。 OK、チックヒックスのチックスピックスです。ブリックヤードレーに焦点を。まああとは実況の予定を少し話しておくと、今信長、まあ、大使、あとは戦国立志伝、あとはレプーレと信長だけでね3個ちょっとね頑張ってるっていうのもあるんで、まあ、それとあと提督の決断もねまだまだプレー途中ですからね、その辺をしっかりプレーしつつ、わお完全に横っ腹からバーン当てられましたけど、あとは This is the Police もねだいぶ長くなってますけど、まだまだちょうど半分ぐらいっていうところなんで、ここもねしっかりやっていかなきゃいけないしって考えると結構ね忙しいんですよね。まあこのカーズに関して言うと、もうできるときにちょこちょこやるっていうぐらいの軽いノリでやってるんで、まあ全く負担にならない感じなんですけど、やっぱり信長とかになってくるとね、まあ1本30分からものによっては1時間ぐらいかかりますからね、少しねあの収録の頻度というか更新の頻度、動画の更新頻度が遅くてちょっとね早くしてよって思っていただいている方ももしかしたらいるかもしれないんですけどって言ったら超えられなかったな。幸いなのかな、一応その年明けに新しくプレーを開始したいなっていう新作はないんでね、まあ旧作でやりたいのとかいろいろあるんで、もしかしたらそのあたりねやっていくかもしれないんですけど、少なくとも今はこれぞっていうのがないんで、今プレイしてるやつをまあせこせこ進めていく感じかなとは思ってるんですけどね。ちょっとここはきっちりこっち側に行って、クラッシュしないようにって言おうと思ったんですけど着地に失敗しちゃいました。欲をかいてエアを決めようとしたんですけど、あとはぶっちぎる、こんな感じかな。チックヒックスです。チックスピックスへようこそ。三段フォローのミスグリッターの話題です。
で、なんか年明けには信長の野望が大衆がアップデートが入るみたいなんでね、それも楽しみなんですけど、それ以外でいうと、あとはパワープロ、パワープロの新作が春発売になってますけどね、それが春っていうのがいつなのかちょっとまだわからないんですけどね、まあ、パワープロはミカミックスがやってますけど、僕もやっていこうかなと思ってますんで、ぜひぜひパワープロもね楽しみにしていただければなとは思ってます。であとはちょっとね、他のゲームとの兼ね合いにもよるんですが、まあ大谷がメジャーに行くっていうのもありますけど、 This is the show の18は、他にね、特にやりたいっていうものがもろかぶりになったりしない限りはできればやりたいなとは思ってます。なのでまあ今やろうかなと思ってるものとしてはそれくらいですかね。確定しているというか、ぜひぜひと思っているものに関して言うと、よっ勝ってるぜ、これぞまさに絶好調。さあ絶好調モードでカッとばしましょう。面白いゲームあればぜひぜひ紹介してもらえればやりたいかなとは思ってるんですけど、アクション系とかがねそんなに得意ではないというのがあるんで、まあ、どちらかというとやっぱシミュレーション系になっちゃうんですけどね、まあ、もちろんこのカーズみたいなのは好きなんでいいんですけど、あとは以前はね競馬ゲームウィニングポストとかもやってたんですけども、競馬とかはねちょっとあんまり疎いんで、教えてもらいながらだったらプレイできるかなとは思うんですけど、独自にプレイしようとすると競馬ファンの方に逆にでちょっと不快な思いをさせてしまうんじゃないかっていうぐらいわからないんで、ちょっとねウィニングポストは見送ろうかなとは思ってます。ラスト一周、さあ行くぞ。滑らかなドリフトです。運動はしなかった。ちっともね。フィニッシュに向かって行きましょう。ナイス、まあ、RPG とかもね昔はねもう大好きでよくやってたんですけど、 RPG もねちょっとその今やってる信長とかと並行してやろうとすると進みが全然悪くなりそうなんで、なんかねやっぱシミュレーションゲーム系で面白いのがあればぜひぜひ教えてくださいということで、まあ、今日もねダラダラおしゃべりしただけにはなりますが、ここで終わりにしてまた次回お会いしたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。一言では語りきれない。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。